今日は玉ねぎと柿菜の種まきをします。まず玉ねぎですけども、種は柿のネオアースです。実は2つ今回は試験したいんですけども、昨年半分だけ巻いて半分残した種なんで、ネギ類あんまり長持ちしない種のようなんで、ちょっと心配ですけども、これ期限切れ、昨年残した半分の種です。それからもう一つですね、今までは屋外に直に種をまいてたんですけども、今回は半分セルトレーにまいて、もう残りの半分は今従来通り屋外の普通の土地に種まきをして苗を作ってみたいと思います。玉ねぎとそれからですね、もう一つは柿菜ですけども、これが従来から使用しているうちの柿菜の種、採取したものなんですけど、だいぶ何年も使用してますので、今回はもう一つですね、東北種苗の柿菜の種を一緒にまいて、どちらが良いものができるか試験したいと思います。それでうちは種の保存はこの小さなビニールに入れてですね、まとめて冷蔵庫の野菜室で、保管しています。大きいこの大きな袋ですとガサバズンで、この小さなものにするとほんのちっちゃなですねお茶筒などに随分入りますので、それで保管しております。では種まきをしたいと思います。用土は柿の種まきバイド、セルトレ用の種まき用土を使用します。中はですね、乾いている状態で、販売していますので、水を入れて少し湿らせてあります。こう握って、少し固まる程度まで、湿らせて使用したいと思います。まずはセルトレイに用土を入れます。セルトレイは128穴ですねのものを使用します。1枚2枚ですので、うちはもう手で直に入れちゃいます。大きなところは何枚もするのでこんなことしてないと思うんですけども、こんな感じで入れていきます。特にはこの四隅ですね、このところは少し丁寧に押し固めて入れていきます。この隅ですね、このところをしっかり入れて押さえます。こんな感じですね。隅が入ったらあとはもう縦にして、次から順次入れていきます。
このサイドもだいたい横の方からですね、真ん中を残して押さえていきます。ある程度しっかり押さえまして、脇の3ですか、メリをように、少しずつ押さえてスラを足していきます。これでロールが入りましたので、次に種をまくですね、ところに少し押さえていきます。こんな感じですね、数ミリ、 0.5 センチぐらいでしょうか。こんな感じで全体を押さえて、ここに種をまいていきたいと思います。セルトレイに用土が入って準備ができました。こんな感じですね、これに種をまいていきたいと思います。種はですね、小さいものですので、手のひらに乗せまして、私はピンセットでですね、一つずつ落としていきます。この指で押した中央のところへ一つずつ置いていきます。家庭菜園ですとこんなにいっぱい巻いても苗ができすぎてしまうんですけどね。うちは100もあれば十分なんですが、100玉もあれば十分なんですけども、まあ種がいっぱいありますんで、少し多めに巻いてきてると思います。こんな感じですね。へこみのところを一つずつ落としていきます。これで種まきが終わりました。これから種まきのへこ、種をまいたへかのところへ覆していきます。少しずつパラパラっとまいて覆します。うちはバーミキュライトとかは使いません。種まき用途でそのまま覆しちゃいます。それでも発芽は特に今まで問題なかったので、これでいいんじゃないかと思っております。こんな感じです。本当に一握りか二握りで覆土が終わります。で終わりました。平らにまた鳴らして、周りの桟が完全に見えるようにしておしまいにします。種まきが終わったら次に灌水をします。全体に十分灌水してください。しばらくして、水が切れたところでもう一度十分に灌水をします。ここで灌水終わりまして、次にこの上に新聞紙をかけます。新聞紙をかけまして、その上からさらに灌水します。
新聞紙を濡らします。新聞紙がすっかり濡れたところで種まきを終了します。これで、数日間このまま置きまして、もし中が乾いてきたようでしたらもう一度換水しますし、乾いた状態にならなければ次は発芽を待ちます。発芽するまで換水はしません。最後に、玉ねぎは健康性の種のため光がいらないので乾燥防止のために上部に発泡スチロールの箱をかけて置いて発芽を待ちます。次は屋外への種まきです。1週間ほど前に、肥料をやって耕して、準備して放置してあります。これを慣らして、その上に種をまきたいと思います。これで土をならし終わりましたので、種をまいていきます。ハウスの中で目立ちした玉ねぎは芽が出たところでこちらに移動しますので、その分だけを開けて、玉ねぎと柿菜の種まきを行います。種は筋まきとしました。これでこの入った種を土をかぶせて種まきを終了します。こんな感じで簡単にかけていきます。この列が柿菜です。柿菜の地鶏種ですね。次が柿菜の東北種苗の種です。こんな感じで覆土していきます。これが玉ねぎです。滝石苗のネオアスという品種です。これで覆土終わりました。これで発芽を待ちます。